いや、まだです。明後日、はい、2人でどんな話をこうして夫婦で出るのは今回2回目 で前回2人負けちゃったんですよ。だから今回は夫婦で勝利を。お互いこんな練習してるとか、どんな人がいるか。そうですね、まあ、やはり主人コーチなので、一応ビデオ撮って送ったり、あといろいろアドバイス聞いたりしてます。あとはそうですね、まあ、今まで親子勝利はあったので、うん、今回は夫婦勝利を絶対勝ち取ります。その他ご質問ある方いらっしゃいますか。はい、はい、練習環境で、うん、そしたら日本でずっと練習してきた、はいはい、じゃあ帰るとは別れ、別々でそういうふうにビデオを。そうですね、はい、練習中にも向こうが時間が合うときにアーセンがこのビデオチャットで撮って、その向こうから怒られたりとかしてました。もう一回やり直しとなんかなんか、はい、今回、2人とも出るということだとセコンドが2試合後です。そうなんですよ、ちょっと離れるかなと思ったら、あんなに近くなると思わなかったので、もう旦那には終わったら速攻シャワー浴びずに来てもらわないと。でもこの間の試合もスパイクとジョニーのやつ、自分の試合が終わって出たんで、多分それは問題ないと思います。はい。もう問題ない。はい。